だけど、まあ早風呂もいいですね。うん、歩いてるだけで汗かいちゃった。帰り道がもう汗かいちゃった。めっちゃ明日距離扱いのさ、とりあえず今めっちゃ急いで洗濯干してなんとか間に合ったって感じです。めっちゃ急いでお風呂入ってめっちゃ急いで洗濯干して、早く寝れたら嬉しいけど、ちょっと今からご飯作るんで。まだ夜ご飯食べてないんですよ。今からご飯を作るのを手伝ってくれはしないけど、付き合ってくれますか？ご飯の前にお風呂ってなんかめっちゃいいよね。たまに実家だったらよくしてたけど、でも髪の毛ちょっと濡れてるけど、さすがに結ぼう。ウーバーしません。野菜があるので。まず皿洗わないといけない。朝の皿洗ってないから。今日はカレーを作ります。でもなんかいっぱい野菜があるからちょっと作っちゃおうと思って、なんかいろいろ作り置きしようと持ってます。ナス入れてキーマカレー作ろうかなと思って、あ、そう、煮込まないそのカレーね。もうなくなっちゃった。ハートショック。1週間経ってないよね、絶対。1週間だ、ちょうど。もうこの前のナスのカレーが美味しすぎて、あれどこで見たっけ、 TikTok だっけ、インスタだ。ちょっと待ってよ。お腹すいた。みんなご飯食べましたかも。そう、野菜がめっちゃあるからなんか作っちゃおうって。柔軟剤とかも買ってみて、なんかいろいろ買っちゃった今日。よいしょっと。ちょっとすっぴんだけど許してください。まずはお皿とかを一旦片付けます。あれ、キッチンラック買ったよって話したっけ？そう、キッチンラック買ったんですよ。だから後に届くんですけど、ちょっとお皿とかも置く場所がなんかなくなってくるっていうね。
だ届いてないんだけど、そろそろ届くんじゃないかと思っています。いや、ご飯も炊こうと思って、味噌汁今日は作んないけど味噌も買ってきました。辛ラーメンも食べたくなって辛ラーメン買ってきちゃった。一旦洗い物します。明日も朝ごはんどうせショールームしながら食べるかなと思って、ご飯炊いちゃおうっていう感じです。辛ラーメンだった、ごめん、辛ラーメンじゃなかった。1日で済んで、まあ、ちょいちょい早く終わったりして合間はあったんだけど、やっぱ大変だね、1日に詰め込まれちゃうと。だからリハもちょいちょい早くなったりするから、やっぱね、合間に組むのって結構、今日みんな組んだと思うけど、ゆいとかなぎちゃんとか大変そうだなって思って、東と西で一緒の曲もあるから、そう、なんだろう、交互にやったりもするし、違う曲もあるから、その待ち時間があったりとかもするって感じ。合間見つけ、合間結構明日もあるんってあるんだけど、ちょっとなんかむずいよね。早まったりしちゃったら、あとみんな使ってるハイビスとかカラオケルームとかを、だからね、取り合いよ、ひき肉解凍しよっと。ってことで、今日は何種類か作りますが、なんかヨーグルトとかも買ってきた、体にいいかなと思って、とりあえずカレーの材料のレスト、レスとかを切ります。レスおばあちゃんからもらったんですよ。でも言うてまだ3本余るっていうね、これでも。めっちゃあるの野菜だから、いろいろしておかないと。君だけは離さない、そうなんですよ。まあでもナス好きなんでね、夏にカレー食べたくなる、すごい気持ちがわかる。ちょっとレシピ見ないと作り方わかんない。携帯開こう。ここに携帯置けれるやつも欲しいわ。いろいろ欲しいね。あん！消えた。カレーいいよね。なんか舌がなんか大人になった感じする最近。勝手に。
なんで消えるん。ナスってもう切るだけでいい匂いするやん。だからさ、カレー流行ってるじゃん最近。最近ってわけじゃないだろうけど。いやでもレッスン早く終わってよかったっていうのがちょっと唯一の救いです。やっぱでもやっぱ体力使うから疲れちゃうね。今日はまだ料理する気あるけど明日とか全然なさそう。消えた。玉ねぎめっちゃいい匂いする。なんかメンバーとかもさ、自炊すごいねみたいなさ言ってくれるけどさ、実際何作ってるか見てない。何作るのって何作ったのって言われるから、やっぱまあそこまでは見てないかと思って。なんかオクラとベーコン炒めようと思って。美味しそうじゃない。オクラもある。うわ、めっちゃ辛ラーメン食べたくなったな。こんなとこにあるから。オクラももうないんだよな。あ、本当になかった。カレーラーメンじゃないの、辛ラーメンが食べたくて。うわ、危ない。うわ、危ない、出すぎた。しかもオリーブオイルだったし、やってしまった。もういっか。手元はちょっとね、映せないのよ、アングル的に。ごめんなさいね。
そしてあげたいのは山々なんですけど、行ってないので。完成の時に見てくださいな。全然玉ねぎ切れてないし、まあ、いっか。ちょっと置くから、でもほんと定期的に気になるのはみんなの自炊事情が気になる、メンバーの。もう音がもう美味しそうな、危ない危ない、めっちゃ飛ぶ。ハンバーグみたい、もうこれがなんかハンバーグの煮込まないバージョン。玉ねぎと牛肉入れた。もうハンバーグみたい、美味しそう。これだけで美味しそう。毎日自炊しないよ。今は野菜があるから、野菜腐らせないようにいいと思って料理してるだけで、そんな毎日自炊はしません。ここに生姜とニンニクチューブを入れます。みたい、これだけでもなんか美味しそうだね。包まないハンバーグって言って食べれるもん。そしたら ここでナスを入れます。ね、すごい今日無心で料理するかも。すいませんね、なんかこの姿を見せてパジャマでさ、エプロンしてないし、届いてるエプロンしてこう。エプロンしたピンクだから非常になんか思ったんだ。カーチンで。いや、炊くべき。
いや、炊こっか。炊こなんで。みなさんも食べれそうです。早炊きにしちゃおっと。今滑ったの見えた？ちょうど避けた。今の撮っといてほしかった。誰か見た、誰か見てたかな。見えちゃったの、見えたのかな。そもそも危ない。急に飛んでくるやん。洗うのマジで忘れるんだよね。洗ってなかった今のちなみにですけど、洗わないとやばいですよね。絶対やばい。洗うの忘れちゃうの。体調は一気にで冷凍します。あー、ご飯炊くの忘れたの、ショック。まあいいか、その分おかずをゆっくり作れってことかもね。即座に食べたかった。ご飯を美味しく炊く方法って何なの？特にない。水につけるとか、なんか聞いたわ、習ったわそれ。とかなんかちょっとお湯入れるといいみたいな、習ったわ。もういらない、めんどくさいんで。めっちゃいます。はい、早炊きにしました。
こんなでこちらのナスとひねくりもすっごい火が通って通ってきました。ここにカレー粉、カレー、カレー粉、すごいカレーの匂い、この前使ったカレー粉とお水ちょっと、お水ちょっと、ちょっとと砂糖、ソース、砂糖、砂糖どのくらい、大さじ1、そんなに入れます、醤油、醤油がないんだ、もう醤油買わないと、ケチャップもいいでよと、目分量です、醤油、ピュッ、カレー粉が全然溶けない、この前も言ってた、私でも基本料理に関してしょっぱいの食べるときに砂糖入れるんだっていつも思う、なんかしょっぱいものに砂糖ってさ、ちょっとよくわかんないじゃん、だからいつも疑問に思うんだよ、カレー粉どっかに固まってる、嫌なんですけど、相乗効果って言うんですよね、そういうのも、相乗効果って言うんじゃないですか、タコとキュウリで何か作ろうと思ってたんだけど、なんだと思います、普通にごま油で和えようと思ったのかな、めちゃくちゃ買ったの無理で、2円くらい今日食材買ってて、美味しそう、わかめ入れない、酢の物を作る気持ちじゃなかったから、
何作ろうと思ったんだろう。なんでタコ買ったの。これだ。オリオボを噛んだ。カレー完成した。そういえば。シャシロップ入れてなかったね。キュウリ。オリーブオイル、酢、ニンニク、塩、砂糖、黒胡椒、タコです。キュウリ皮むくって書いてある。やっぱ私もこの時間に料理するの偉いと思う。偉いと思う。嫁にしてもろて。でもキュウリ入れたらマリネじゃないよね。テロップ入れよう。まあでも料理好きだからいいんだよね。別に嫌いだったらやんないわこれ。こう見えて料理が好きな可愛い乙女なので。ピーラーで皮を剥きます。何切り？そぎ切りだって。そぎ切りってどうやって切るの？きゅうりの量、えぐ多いわ。そぎ切りって何？とはいえだよね。わかるわかる。もっと褒めてもらっていいですよ。しかも今日は3品くらい作ろうと今思ってますからね。私偉い主義。めっちゃあ理解。どれかでも食べれれば別に自分が食べるんだし、そりゃそう。めっちゃ薄くなっちゃう。なんかキュウリがキュウイに見えてきた。ダジャレとかじゃなくてガチでガチめに。この見た目ガチで。ダジャレとかじゃなくて。うわちっちゃかったかな。でもちっちゃいなこれじゃ。やっぱねボールが楽すぎてボールで作っちゃうわこれ。こういうの。いやあとタコが好きなんですよ私。みんなもタコ好きですか？なんかタコでなんかいろいろ食べたくなる。
もさ、みんな的にさ、いや生のタコも好き。こうやってさ、彼女が必死に料理作ってたら嬉しいもんですか。もし、もしの話ですけど。嬉しいよね、私も嬉しい私も嬉しい。今日すっぴんだからなんか不細工ですね。なんか北海道のタコがめっちゃ美味しそうだったけど、ちょっと安いどっかのタコにしちゃったの。最悪、タコ落とした。最悪、水で切る。一緒に手伝ってほしい。別に手伝わなくてもいいから隣にいてほしいか。洗い物とか手伝ってくれるんだったら別だけど、全然作ってあげろかな。休んでてって思うけどね。それこそだってなんなら先にお風呂とか入ってみようって、そういろいろ終わってからなんか相手してほしいなと思うけど。でオリーブオイル、塩、砂糖、砂糖は少々振って、少々って一番むずいのよ。そしてお塩を小さじ4分の1弱。塩りですこれは愛媛の共演したしおりさんのキャッチフレーズです。ちょっとだけレモンをかけます。もうだって三期も千秋楽だって、早くない？もう終わりだって言ってたよ、そろそろ。なんか寂しいねって言って、ルンバと喋ったから、そう、ルンちゃん泣いたのって聞いて、もう泣いちゃったって言って、まあそうだよねって、みんな人変わっちゃうもんねって言って、振り上げてきたからね。また新しくなるのはとてもいいことだけど、ほぼキュウリ。なんかキュウリとタコのよくわかんない漬物マリネみたいな感じ。食べてみる。もともとは8月までの予定だったのが伸びたんだよ、3月に。本当だったらもう今月で終わってるものがまさかの
まさかのまさかよ。一旦冷蔵庫で冷やして、ごめんずっとご飯作ってる。似合ってたよね。次にちょっとオクラとベーコンを炒めます。朝ごはんにします。それをこれどうやって調理したらいいの？オクラは半分に切るだって。ピーマンもある。ピーマンもあれだね。塩昆布とごま油で全部食べる。いいよ。なんか最近メニューが決まってきてて素敵だわ私。オクラってこれヘタ取るの？茹でない。なんかもう火通して焼いちゃう。これこのまま。ヘタ取るね、こう。この感じは。で、オクラを調理するの初めてかも。人生で初めて、今。オクラを初めて調理します。すごいね。茹でるんだね。あんまりオクラ好きって思ったことないかも。別に食べなくはないけど。あの切った時からこんなネバネバしてるんだ。オクラって初見です。初見。厚切りにしようと思ったけど、やっぱ最近アスパラ買っちゃった。またアスパラベーコン作る。多分近々安い方買っちゃった。でこのだったら目玉焼きも欲しいから、これに。ね、アスパラベーコン最高だよね。マジでハマってる。しかもアスパラって今安いんですね。待って、ここに玉ねぎがいるのが見えた。オリーブオイル入れたら、ごめんなさいね。ニンニク入れるんだって。朝からニンニク食べていいかな。いっぱい別に。誰も別に私の口の匂いなんか嗅がない。マスクしてるし。今食べちゃった。あら、ベーコン入れました。
んか久しぶりに一日踊ってたからさ、結構なんか足が重い。マイキーさん変わったわ。嘘、ありがとうございます。ちょっと後でメモするんで、ちょっと待っててください。え、ニンニクって体から匂い出ちゃうの？やだ。油入れます。ガチ？どうしよう、食べ過ぎてるかも。めっちゃ美味しそうなガーリックトーストさ、この前やってて。で食べたくなったんですけど、え、私次何時からだっけ？めっちゃ夜ご飯遅いやつやん。めっちゃ夜ご飯遅いやつやんね、これ。11時から？なんならまだご飯食べてるかもしれない。なんならご飯食べてるわ。大丈夫、ご飯食べてても。あと5分で炊けるご飯。10分しか空いてないんだ。てか明日のスケジュールも決めないと。明日の方がむしろハードかも。空きがないから。これオクラってどんくらい火通ったら食べれるの？わからん、オクラのこと。火通さなくても食べれる。そう、オクラ初見だからわかんない。あ、生でも食べれるの？じゃあもういっか。初めて作ったオクラ料理、オクラとベーコンの炒め物完成。ちょっと食べてみる。あ、ごめんなさい。朝ごはんで、ご飯が炊けるということなので、ちょっと目玉焼き焼く。そして私はもうご飯を食べます。お腹すきすぎた。めっちゃ料理したね。
ごめんね、ずっと料理してた、申し訳ない。申し訳ありませんって感じ。え、申し訳ありませんって感じです。8分で目玉焼き間に合う。みんなその焼いてる間に楽しむ業務さ。いや、むしろこっちがよ、こんななんかながら配信ばっかしちゃって、つまんないアイドルじゃんね、なんて感じ。本当はでもいい彼女感が伝わってたらいいかな。目玉焼きの形すっごいことになっちゃったよ。まあこれは別に半熟でもいいから。確かにつまんなかったら見ないよね、こんな味。そりゃそう。よし、じゃあ先にランキング読んでもいい？読んじゃうね、きっと。13位ゆきさん、12位超大盛りなとりどんさん、11位やすんさん、10位さたびさん、9位ホッサーさん、8位プラットマークなとりどんさん、7位タケアンタマークなとりどんさん、6位 TK トンカラットマークタイさん、5位マッサルさん、4位斎藤あいにちさん、3位ロロさん、2位イナジアットマーク、いつまでもゆうなを彩りますさん、1位今日のも超美味しそう、すっぴんパジャマ姿で料理最高、 YK さん、ハートタワーもありがとうございます。ちょっと髪の毛濡れてて結んだからこうなっちゃった。ありがとうございます。ということで配信見てくださってありがとうございました。今からちょうどご飯も炊けたというところで、ご飯を食べようかなと思います。ちょっと蓋蒸しとして蒸し焼きにしよう。ちょっと盛り付けまでいけるかな。カレーちょっと温めたい。こうやってめっちゃカレー味濃かったらどうしよう。でもこの前とやってること一緒だから多分大丈夫なはずなんですけど、ご飯も本当はちょっとね置いておきたいんだが、もう食べちゃっていいかい。食べ終わってるね。これ次の配信、次の配信ワンちゃん洗い物配信かも。もう嫌でしょみんな。洗い物配信ってみんな好きなの、実際のところ。じゃあ洗い物しよっかなむしろ洗い物してくれって、逆にありがとう。ご飯見ます。見てないと洗い物しない、よくご存知で、そういうことなんです。今回のがすごいちょっとドライカレーっぽいのかな。ちょっとだけね。卵の形がいびつすぎて、やばい、卵これ絶対割れる。卵の形いびつすぎて写真とかじゃない、恥ずかしいもん。なんか
見てほしい。あ、もう黄身割れるし。え、ご飯切るように混ぜてた私今。一旦漬物は置いといて食べよう。すごい形だよ、なんかすごい流れてきちゃった。エプロン着たまんまだし。疲れた。いいじゃん。あ、1時間、1時間ご飯作ってた。偉すぎ。もう10時半やん。じゃあ今からご飯を食べます。ちょっと皆さんはちょっと30分間待っててください。明日のスケジュールもちょっと考えておきますね。暑かった。うん、なんか見た目あれだけど、まあ見た目より中身ですからね、こういうのって。ちょっと一口食べよう。いただきます。マジで味見してないから。いただきます。うん、美味しい。またこの料理食べてんのって思われそう。またこの料理なんです。美味しい。ナス美味しい。ナスがいいね。終わります。またすぐ配信しますね。11時からです。バイバーイ。